皆さんの力をお借りします。折れぬなら切る。私にだってできるんだから。準備はいい？無益な血は流っ先に通れぬなら切る。この機を逃すな。畳みかけるぞ。皆さんの力をお借りします。どいつだ、死にたいのは。準備はいい？私の番ね。皆さんの力をお借りします。ゆるみなさん、あちらで一緒に休みませんか？僕のことはいいから。そうおっしゃらずにぜひいらしてください。あちらで皆さんとお待ちしておりますから。それでは。僕は一人だから、みんなの仇を取るまでは。いつも一人でいるね。どうしてみんなと一緒に休まないんだい？僕には休んでいる暇なんてないから。強くならないと約束したから。常日頃から鍛錬を怠らず戦いに備えることは、それはそれで立派なことだけど、休めるときは休まないとさ。無理をしていざというときに戦えないのは困るだろ。助けてくれたことには感謝してるけど、
それとこれとは話が別だ。僕のすることに口出ししないでくれないか。口出しするつもりはないんだ。ただ、だからって一人でいる必要はないんじゃないかってさ。僕は一人だ。みんな死んだ。みんな、あいつを僕は絶対に許さない。復讐のための戦いか。復讐のために戦うのは賛成できないな。君には関係ないことだろう。君に僕の何がわかるって言うんだ。みんな殺されたんだぞ。わからないさ。わからないからこそ知りたいんだ、君のことを。俺は一人じゃなかったから、楽しいことも苦しいこともみんなと分かち合うことができたから。俺には君の感じている痛みはわからない。けれどその痛みを分かち合うことはできるはずだ。そんなのできるわけない。考えてみてくれないか、復讐することの意味を。仇を討った後、君に何が残るのかを。そんなこと考える必要なんてない。僕のすべてはあいつを殺すためにあるんだから。僕だけが死なずに生き残ったのはみんなの仇を取るためなんだから。だからといって一人で戦わなくてもいいだろう。俺たちだって君の力にはなれる。少しだけでいい。俺たちを信じてくれないか。レベリーが君のことを心配してたんだ。ニュルミナはいつも一人でいるし、気を張りすぎて疲れてるんじゃないかってさ。今は俺たちもいる。何もかも一人で背負う必要はないんだ。俺たちは仲間なんだからね。行こう。みんなが待ってる。ニュルミナには、その、復讐以外にしたいことはないのかな？ないよ、したいことなんて。そんなこと、考えたこともないし。だったら、その先のことを一緒に考えてみないか？その先って、みんなの仇を取った後のこと。何もなければ考えればいい。もうすぐ全ては終わる。考える時間はいくらでもあるんだからさ。いいよ、僕は一緒にいても邪魔になるだけだから。なんで邪魔になるんだい。ミルミナだったら大歓迎さ。みんなもきっとそう言うだろう。俺はただ戦うためだけに生まれてきた。戦いが終わったらどうすればいいのか俺もわからないんだ。だからというわけじゃないけど、一緒に考えて悩めたらいいなってね。そう思ったんだけど迷惑だったかな。わからない。僕には何も。結論を急ぐのはよそ。全てが終わったその時には一緒にゆっくりと考えてみようよ。約束はできない。それでもいいなら。
そう言ってくれるだけで十分さ。行こう、みんな君のことを待ってる。分かった。復讐を果たすことで君の気が晴れるなら俺も力を貸そう。いいよ、僕一人でやるから手を出さないで。これは俺の戦いでもあるんだ。いや違うな、これは俺の戦いなんだ。だから俺が力を貸すんじゃない。俺がミルミナに力を借りたいんだ。いいかな？そういうことなら、いいよ。一緒に戦ってあげる。ありがとう。ミルミナがいてくれれば心強いよ。そうと決まれば、一緒に稽古してもいいかな？いいよ。僕も君とは一度一緒にやってみたかったから。そうと決まれば早速準備。この機を逃すな！畳みかけるぞ！皆さんの力をお借りします。遅れるな。わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。無益な血は流したく。先に通れぬなら斬る。皆さんの力をお借りします。準備はいい？私の番ね。避けて通れぬなら斬る。皆さんの力をお借りします。